い、皆さんこんにちは、アークシステムワークスブレイズルプロデューサーの森戸慎一です。はい、ご覧いただいているヨーロッパの皆さん、こんにちは、アークシステムワークスのブレイズル家庭用の、ディレクターを務めております山中と申します。よろしくお願いします。あのボリュームアップ、そうですね、正直言えば3倍以上前作短かったんですからね、はい、なんで今回は語彙力多く入れました。どうですか、一緒に書かれて、ストーリー、まあ、今後の展開を含めて、まあ、伏線また多く、そうですね、回収したのかなと、まあ、僕が書いた感じだと結構謎をバラしてしまっている、ね、そうですね、ペンとしては、まあ、新キャラクターアリーヌで、まあ、全員のシナリオとマットレートという制作の構成で、まあ、容量的には 1.5 倍ぐらい全体的なので、ここなんですけど、割とこう言ってることはシビアというかねいう内容になってて、まあ、楽しんでいただければなと